ウィリアム・ジェファーソン・クリントンは、アメリカ合衆国の政治家。第42代アメリカ合衆国大統領。短縮型名は、ビル・クリントン。愛称はババ。第50代アーカンソー州司法長官。第40.42代アーカンソー州知事を、歴任した。第二次世界大戦終結後に出勝した、最初の大統領である。 1946年8月19日、アーカンソー州ホープで誕生する。ビルが生まれる、約3ヶ月前に、自動車事故で死去した父の、ウィリアム・ジェファーソン・ブライス・ジュニアと同じ名を与えられ、ウィリアム・ジェファーソン・ブライス三世と呼ばれた。ビルが生まれた後、母のバージニア・キャシディ・ブライスは、看護師の勉強のためニューオーリンズへと移り、 ビルは4歳になるまでホープにある母方の祖父母の下で育つ。1950年、ニューオーリンズから戻った母が自動車販売店を営むロジャー・クリントンと再婚し、義父、母と3人で暮らし始めた。1953年、一家は、同州、ホットスプリングスへ移り住む。義父は、強度のアルコール中毒であり、自宅内で頻繁に暴力を振るった。 ビルが小学生の頃、酒に酔ったギフが発砲した弾丸が、ビルの耳元をかすめる事件が起きるなど、不遇の少年時代であった。1956年には、イフテイのロジャー・キャシディ・クリントンが誕生する。その後ビルは自ら性をブライスからクリントンへ正式に改めている。高校在学中の1963年の夏に、ボーイズ・ステートで選出された。 アーカンソー州上院議員として、ボーイズネーションに参加し、ホワイトハウスに招かれて、ケネディ大統領と握手する機会を得た。1964年に、ジョージタウン大学外交学部に入学し、在学中フルブライト上院議員の元外交委員会で働いた。大学4年生の時義父が死去している。1968年に、 同大学を卒業し、22歳の時にホワイトハウス、実習生になる。フルブライト議員の選挙運動に参加した後、ローズ小学生として、オックスフォード大学へ2年間留学したことで、徴兵を免れた。徴兵を逃れたにもかかわらず、イギリスではしばしば、ベトナム反戦運動に参加していた。さらに、イギリスでマリファナを吸引したことが後に明らかに、されている。 帰国後にイエールロースクールに入学し、在学中にヒラリー・ローダムと出会う。1972年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補のジョージ・マクガバンの選挙運動に参加した。1973年にホーム博士号を取得して卒業し、その後アーカンソー大学、フェイエット・ビル・コーロースクールで教鞭を取った。 1978年の州知事発当選時、カーター大統領と1974年の中間選挙で連邦会議員選挙に出馬し、アーカンソー州3区のミニ首都予備選で勝利する。本選挙では、ウォーターゲート事件による追い風があったものの、共和党の現職候補に対して、僅差で敗北する。1975年に、ヒラリー・ローダムと結婚した。 1977年には、アーカンソー州司法長官選挙に出馬し、民主党予備選挙で勝利。本選挙では、共和党からの対抗候補が出ず、無投票で当選した。1976年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補のジミー・カーターの選挙運動に参加した。1978年、 アーカンソー州知事選挙のミニ首都予備選に勝利した後、新人同士の本選挙を制して初当選。32歳の若手知事として話題となった。知事としては、同州の教育水準の向上や道路の整備などに取り組んだ。1980年娘のチェルシーが誕生する。同年の春、他州に収容されていた。 キューバ人難民をアーカンソー州の州軍施設に移したいというカーター、大統領からの要請があり、これについて市民から不安の声が上がったものの、州軍指揮者たるクリントン知事はこれを容認した。しかし難民がアーカンソーに移された後に暴動を起こしたことから、クリントンにとって政治的ダメージとなった。これに加えて、道路整備の財源確保のための自動車。 登録料値上げを行ったことも災いし、再選をかけた、同年の知事選に敗れた。次の1982年の州知事選挙では、当選して、知事へのカムバックを果たした。以後1984年、1986年、1990年と、連続当選を果たした。アーカン総州知事時代には、南部政調政策理事会理事長や全米知事協会、 副会長、全米知事協会会長、全州教育委員会委員長を歴任。2期目の大統領就任式に出席するため、妻のヒラリー、娘のチェルシーらと共に更新する、クリントン大統領選挙戦では、前大統領のネガティブキャンペーンに敗れた、マイケル・デュカキスの選挙スタッフを徴用し、守りを固めた。1992年、 アメリカ合衆国大統領選挙で当選し、翌年の1993年1月20日に第42代アメリカ合衆国大統領に就任した。第二次世界大戦後のベビーブーム世代初の大統領である。1996年、アメリカ合衆国大統領選挙で再選を果たし、大統領を2期8年にわたって務めた。 永年の平和活動への貢献に対し、ガンディ平和賞が与えられているが、この賞の創設者が逮捕され起訴されたため後に、返上している。日本では1992年、アメリカ合衆国大統領選挙の際に、CM でケネディ大統領と握手をしたシーンが、たびたび放送された。なお就任時の年齢は46歳154日。 退任時の年齢は54歳154日である。就任年齢は、セオドアル・ウズベルト、ケネディに次3番目、退任年齢は6番目の若さだが、連続2期8年間務めた大統領としては就任、退任年齢とも最年少である。内政1997年の一般教書演説にて、上段左は、アルゴア上院議長、右は、 ニュート・ギングリッチ・カイン議長、アンソニー・ギレンズと大統領選挙では中道や保守派からその左派的色彩を批判され、徐々に中道寄りへの修正を図った。1994年の中間選挙以後は政策の一貫性の無差がしばしば批判の対象にされる。民主党では相対的にやや右寄りに位置するが、これは党内のスタンスであって、 あくまで彼自身は第三の道サミットに参加していることなどから中道左派である。もっともパメラ・ハリマンから政治資金の提供を受けており彼女の属する刑罰に姿勢を左右された。急進リベラルからは歴代の民主党政権の中では最も保守的とされたが一方で保守派からは社会主義者と呼ばれる。安全保障や外交を重視していた。 ジョージ・ H ・ W ・ブッシュ大統領を大統領選挙でイッツ・ザ・エコノミー・スチューピッドと揶揄したように経済最優先を掲げたクリントン政権はその当初から経済政策に力を入れる。アメリカ経済の中心を中科学工業から IT ハイテクに重点を移し、平時では史上最長の後継期をもたらしインフレなき経済成長を達成したという意見がある。 また、1994年のニュート・ギングリッチ率いる共和党が上下両院を奪還すると共和党のお株を奪うべく財政赤字削減に動き出す。アラン・グリーン・スパン FRB 議長の助言のもとに均衡財政を目指し財政赤字を解消して2000年には2300億ドルの財政黒字を達成した。これらの経済政策は ドナルド・レーガン政権で行われたレーガノミクスに対し、クリントノミクスと呼ばれる。教育を重視し、学校への PC 導入など、IT 教育を推進し、同業界への利益誘導に貢献した。その他就学前児童の早期教育プログラムの拡大と移民の英語教育の充実を図った。後期には、強いドル政策を実行し、他国の通貨に対して、ドル高を維持し、 海外からの投資を呼び込んだ。また、アルゴアの提唱した情報スーパーハイウェイ構想を推進し、IT 産業の育成と IT 化による生産性向上を推し進めた。税制ではレーガノミックスで引き下げられた高額所得者の所得税率を引き上げた。また、忘れ去られた中間層というキャッチフレーズの下で中間層の減税を実施し、 貧困層をターゲットにした民主党の方針を大幅に転換した。妻のヒラリーが提案した医療保険制度改革を試みたが、民間保険会社や企業などからの法案反対活動でこの国民みな保険制度は成立させることはできなかった。外交ヨハネ・パウロ2世と1993年パレスチナ自治協定。 1993年1998年11月18日、ロシア連邦大統領、ボリス・エリツィンと1998年6月27日、中華人民共和国主席、江沢民と1998年11月19日、東京都での晩餐会にて、内閣総理大臣オブチ、小渕恵造と1999年6月17日、 フランス共和国大統領、ジャック・シラクト。1999年、イギリス首相、トニー・ブレアと2000年10月10日、朝鮮民主主義人民共和国の超民六朝鮮、人民軍自卒とブッシュ政権が国内問題、経済問題を軽視していると批判し、ホワイトハウスに上り詰めた、クリントンだったが、その公約の通り外交は、不得意分野だった。彼の政治キャリアは、 アーカンソーの地方政治に限定されており、また、彼が頼りにすべき、民主党の外交に関する人材は、不足していた。その外交姿勢は、バータリー的だという批判にさらされている。政権の後期には外交に力を入れ、中東和平や朝鮮半島問題などに尽力したが、差したる成果のないまま時間切れに終わった。南北アメリカ北アメリカ地域では、 アメリカ合衆国、メキシコ、カナダが自由貿易権を作り、関税障壁をなくすというナフタに調印した。日本自動車を中心とした貿易摩擦を契機として、すでにパパブッシュ政権時代の1989年から日米構造協議が持たれるようになっていた。クリントン政権では、ロイド・ベンツェン財務長官の主導により、 円高政策が強力に推し進められ、日本の輸出産業に、円高不況と呼ばれるほどの深刻な打撃を与えた。日本政府に対しては、減税や銀行への公的資金の投入、スーパー301条に基づいた、市場開放を高圧的に、内政干渉にも、近い形で要求した。日米包括経済協議の開催と、アメリカ合衆国連邦政府による、 日本政府への日米規制改革及び競争政策イニシアティブに基づく要望書のクリントン政権からである。政権の後半にかけては対日関係の修復に動き、特に日米の安全保障問題に関して、概ね伝統的な日米関係を基軸としながら、その進化を図った。1995年に策定されたジョセフ内、ナイ 国防時間ホラーによる処理、内イニシアティブに基づき、冷戦後におけるアジア太平洋への関与を再定義し、日米同盟をその基軸と位置づけた。1996年には、日米防衛協力のための指針を策定し、冷戦後における、日米同盟の新たな定義づけを行った。中国経済関係においては、親中の傾向が強く、 今後の主要な貿易相手国として中国に恒久的な最恵国待遇を与える一方同盟国の日本には貿易問題などで厳しい態度をとった在任中にはチャイナゲートと呼ばれる中国共産党政府から選挙資金を得た疑惑も起き与党の民主党政権のみならず野党の共和党も追及される大きな騒動となった 1998年の中国訪問時には、江沢民国家主席との会談で、台湾の独立不支持、二つの中国及び地中一台の不支持、台湾の国連と国際機関への加盟不支持を表明。この訪中では、クリントンが日本に立ち寄ることなく9日間にわたって中国に滞在したため、日本からはジャパンパッシングと非難され、 日本の政財界に戦後共有されていた民主党イコール反日、親中という事実を改めて再確認させることとなった。帰国後しばらくして対台湾問題についてはアメリカ国内法である台湾関係法を優先するとし、第三次台湾海峡危機でもそれに準じた対応を行った。北朝鮮北朝鮮との間では、 四病核施設の先制攻撃を準備までするも、当時の韓国の金四三大統領に制止され、結局核兵器の開発放棄と引き換えに、けどを発足させたが、監視体制などを厳密に構築せず、結果的に北朝鮮の核武装の防止に失敗した。ベトナムベトナムとの間では、1994年に、 ベトナム戦争終結の1975年4月から19年間に及んだベトナムに対する貿易禁止の撤廃を発表し1995年にアメリカとベトナムを国交正常化させた大統領としての訪日大統領として5度訪日している中東中東地域では湾岸戦争後に中東和平に尽力したジョージ HW ブッシュ前 大統領の貢献もあり、和平の機運が高まる中、ノルウェーの仲介により、いわゆるオスロ合意を締結。クリントンはその立ち会い人となった。また1994年のイスラエル・ヨルダン平和条約を後押しした。しかし、パレスチナ自治政府が成立すると、イスラエル・パレスチナ双方で強硬派がオスロ合意に反対し、イツハク・ラビン首相が暗殺されると、 強硬派のベンヤミン・ネタニヤフが首相に選出され和平交渉は停滞した。1999年にエフッド・バラクがイスラエルの首相になると和平交渉は再開された。しかし、2000年3月イスラエルとシリアの和平交渉を仲介するも失敗に終わる。7月、キャンプ・デイビッドにバラク首相とアラファト議長を招いて中東和平交渉を仲介するも、 アラファトは言葉を濁したため、クリントンパラメーターは実現しなかった。クリントンは、残り半年の任期中に交渉を決実させようと15日間に、渡り、徹夜で両者を説得したが、ばらく、アラファト双方の溝は最後まで埋まらず、中東和平交渉は決裂した。その後、9月に、パレスチナ自治区にて、第二次インティファーダが起こり、情勢が悪化することとなった。 また、クリントンはブッシュ親子同様に、サダム・フセインを敵視しており、国連アンポリの承認を得ないまま、1998年には、米英軍により、イラクの首都、バグダッドなどの軍事施設に対する巡航ミサイル、トマホークなどを使った、大規模な空爆を開始し、砂漠の狐作戦を行った。ヨーロッパヨーロッパ地域では、ロシアとの融和や、 西ヨーロッパ諸国の協調などを基調に行動した。旧ユーゴスラビアで発生した、ボスニア・ヘルセゴビナ紛争の和平調停に乗り出し、和平協定締結に成功した。だが、コソボ紛争に対するナトウ軍単独での武力介入は、ロシアや中国との協調関係に亀裂を生じさせた。特に中国は、大使館が誤爆されたことに、 当時の中華人民共和国副主席胡錦東がテレビ演説で抗議する事態となりホワイトハウスなどアメリカ政府のウェーブサイトは中国からサイバー攻撃を受けた。またこのユーゴ空爆は人道のためには国連決議なしで武力行使しても良いとする前例を生み出した。ただし介入それ自体は未だに賛否両論である。アフリカアフリカ地域では 1993年に第二次国際連合ソマリア活動の一員としてソマリア内戦に介入した。これは前任者のブッシュが第一次国際連合ソマリア活動で人道支援を掲げたのに対して無政府状態を解消する国家建設を目的とした平和共生の最初の例である。これにより一時的に炎上物資の輸送路が確保され1日平均の 合死者を1、3以下に激減させる効果を上げた。だが、モガディシュの戦闘では多数の死傷者を出し、世論の反発からアメリカ軍はソマリアから撤退することとなった。結局、アメリカ軍主導であった国連ソマリア活動そのものも失敗に終わった。この事件はアメリカが国連平和維持活動に消極的となった一因とされ、 結果、ルワンダ虐殺などの非人道的行為に関して、クリントン政権は傍観したと批判されるようになった。また、1998年には、アルカアイダの関与した1998年、アメリカ大使館爆破事件への報復を名目として、アフガニスタンと共に、スーダンをミサイル攻撃した。この際、スーダンの医薬品の5割以上を供給していた工場が、 化学兵器工場であるとして破壊された。その他捕には、政権末期において、レームダックから来る政治的空白から、世界貿易機関シアトル会議を決裂させたなどの点が一部で指摘されている。また、退任直前に176人の服役衆に、大使音社を実施したが、この中に脱税などの容疑がかけられ、逮捕直前に、国外逃亡していた。 実業家マークリッチなどが含まれていたため批判の対象になっている。閣僚金銭的クリントンには1992年アメリカ合衆国大統領選挙前から多くの疑惑やスキャンダルが存在していた。なおこの多くに妻のヒラリーが関係しており、ヒラリーが後に大統領選挙において落選する原因の一つとなった。 性的モニカルインスキー・モニカルインスキー・クリントンは大統領就任以前から多くの女性と不倫関係にあり、これは大統領選挙の最中から性的の攻撃材料にされていたが、1998年にはクリントン政権に大きなダメージを与えた、いわゆるモニカルインスキー事件が発覚した。ルインスキー事件では当初は、 肉体関係を否定していたものの本人が自らがホワイトハウス内で性行為の事実を証言するにあたりルインスキーさんと不適切な関係を持ったと告白せざるを得ない状況に追い込まれ不適切な関係は同年の流行語となった大統領の品格を問われる事態に世論からも批判が沸き起こりアメリカ合衆国大統領としては 第17代のアンドリュー・ジョンソン以来の弾劾裁判にかけられた。会員による訴追で行われた上院での弾劾裁判では50対50.45対55と有罪評決に必要な2、3には達せず、かろうじて大統領罷免は免れた。しかし、アメリカ合衆国大統領は多民族国家である、アメリカ合衆国を束ねる。 大司祭という面があるとされ、このスキャンダルの過程で、聖域であるはずの大統領執務室に隣接した、書斎で、クリントンが、研修生のルインスキーとオーラルセックスに及んだこと、その際に、大統領執務室に、常備されていた葉巻を持ち込んで、正規に挿入するなど、不適切に使ったこと、ルインスキーの証言により、正規で、彼女の衣服を汚したことなどが、 マスコミに暴露され、大統領職としての権威を大きく失墜させたと、非難された。なお、この際に妻であり自らの政治的野心があった、ヒラリーの、寛大な援護と民主党の根強い支持によって、これを乗り切った。しかし、クリントン政権は、このルインスキー事件の進展にタイミングを合わせるかの、ように、 アフガニスタンやスーダンへの爆撃を行い、スキャンダルから目をそらさせるための爆撃だと批判された。なおこれは9.11テロ後、これが1993年2月26日にニューヨークで起きた世界貿易センター爆破事件やその後のテロ未遂事件に対する報復、牽制的な攻撃であり、後のアルカイダなどとの対テロ戦争の前哨戦的な、 ものであったという意見もある。とはいえ、この品性に欠けるスキャンダルが2000年、アメリカ合衆国大統領選挙に与えた影響は、大きく、自身の政権で副大統領を務めたアルゴアが、敗北する一員ともなった。ジェフリー・エプスタイン・クリントンは、大統領当選以前から、不倫疑惑から、レープ疑惑まで様々な性的スキャンダルは、ささやかれていた。また、 自動売春で有罪となり、ペドファイルの世界的シンジゲートを作った、実業家、ジェフリー・エプスタインと親しくしており、売春女性とのセックスパーティーが行われた別荘に何度も出入りし、また女性にマッサージをさせる写真を撮影されている。なお同じ民主党のケネディ大統領は、ホワイトハウス不倫の先輩格にあたり、1980年代、 後半に公表された FBI の報告によるとホワイトハウスを監視していた FBI 当局は在任2年10ヶ月の間にケネディ大統領がホワイトハウス内で親密な関係を持った女性を少なくとも32名リストアップしている大統領退任後は退任直前に上院議員となったヒラリーの選挙区であるニューヨーク市のハーレムにオフィスを構え世界中で 講演会活動などを行っており、多額の謝礼金を得たと、非難されている。なお、クリントン政権のスタッフは、ブッシュ前大統領から、ホワイトハウスを引き渡された際に、コンピュータのハードディスクをすべて取り外されるという、嫌がらせを受けており、その息子であるジョージ・ W ・ブッシュのスタッフと交代する、時に、キーボードから、W のキーだけを抜き取るという意志返しをした。 2003年には、ケント・ナガノ式ロシアナショナル管弦楽団のプロコフィエフ、ピーターとオオカミの CD で、ソ連のミハイル・ゴルバチョフ元大統領らと共に、朗読を担当し、グラミー賞の最優秀児童向け朗読アルバム賞を受賞した。2004年6月、戦術のモニカル・インスキーとの不倫事件のことなども、綴った、回顧録、マイ・ライフを出版。 発売日には一部の書店に行列ができるほどの売れ行きを示した。なお、同年9月に体調不良を訴え、感情動脈の異常が見つかり、バイパス手術を受けている。2004年7月にボストン市で行われた民主党全国大会の演説で登壇した際には、満場の拍手と喝采で迎えられた。 数々のスキャンダルを巻き起こしたものの2012年7月にギャラップが行った世論調査ではクリントンに好感を持っていると答えた人は回答者の66%に上り共和党の支持者でも50%が好ましいと答えているウィリアム J ・クリントン大統領センター2004年11月18日には地元アーカンソー州のリトルロックに ウィリアム J ・クリントン大統領センターがオープンした。2007年1月、妻であるヒラリーが2008年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を正式に表明した。民主党の候補者指名獲得に向けて、前大統領という抜群の知名度と人気を最大限に利用し、ヒラリーの選挙運動を支援した。時には、 対立候補のバラク・オバマを非難するコメントを出すこともあったがオバマが民主党の候補者となると徐々に協力する姿勢を明らかにし、オバマがヒラリーを国務長官に指名する際には、自らの財団が外国政府から受けた寄付の状況などを公表している。2009年5月、国際連合よりハイチ担当特別大使に任命された。ハイチは2008年、 ハリケーンで甚大な被害を受けていた。2009年8月には、ピョニアンを訪問し、北朝鮮当局に拘束されている、アメリカ人女性記者2人の解放に向けて交渉し、合意に達した。大統領経験者の包丁は、1994年6月に、近日政主席と会談した、カーター以来2人目。2010年2月11日、胸に違和感を訴え、 ニューヨーク市内の病院で冠動脈の狭窄部を広げる手術を受けた。経過は良好で2月12日朝に退院した。2月15日からはハイチ自身の復興支援活動を続けた。2013年には複数回来日している。2月3日、公益財団法人米に近うんしるジャパンと中日アメリカ合衆国大使館が主導する 官民パートナーシップ、友達のイベントのため大阪に来訪して、大学生と交流し、日本と世界の将来について話し合った。11月16日、千葉県浦安市で行われた、第2回世界オピニオンリーダーズサミットに出席。世界における、今後の日本の役割を話し、アベノミクスへの理解を示した。2013年11月20日には、 大統領自由勲章を受賞した。2015年、妻のヒラリーが2016年、アメリカ合衆国大統領選挙に立候補し、民主党予備選挙を勝ち抜いて、大統領候補になったが、上記のような自らとヒラリーが過去に起こした、様々なスキャンダルに足を引っ張られたこともあり、2016年11月8日に行われた2016年、アメリカ合衆国大統領選挙で、 ドナルド・トランプに敗れた。2020年大統領選挙では、妻・ヒラリーと共に、ニューヨーク州におけるジョー・バイデンとカマラ・ハリスへの投票を制約している民主党選挙人の一人を務めた。バイデンとハリスの当格が出た後の11月8日に、アメリカは話し合い、そして民主主義が勝利しました。私たち全員をまとめ、私たち全員に奉仕する。 大統領当選者と副大統領当選者が生まれました。ジョー・バイデンとカマラ・ハリスに重要な勝利をお祝いします。とツイートで述べた。2021年10月12日夜より尿路感染症に勤する排血症の疑いでカリフォルニア大学アーバイン校医療センターに入院。抗生物質と有益を受け17日に退院した。上記のように過去に 数々の政治的、性的スキャンダルを起こしており、特に、モニカルインスキー事件をはじめとする、不倫、強姦、セクハラ行為においては、被害者の一人であるはずの妻のヒラリーがクリントンに、寛容な態度を取るだけでなく、事件のもみ消しに走るなどの行動を取ったことから、ヒラリーとの関係は後に、戦略的パートナーシップと呼ばれるようになった。 さらに夫婦揃って収賄などの金銭的のみならず、性的スキャンダルにも事欠か,かないことから基本的に倫理観が低い夫婦とみなされており、このことがヒラリーの大統領選挙敗北の一因ともなっている。クリントンは多くのアレルギーを持った人物であり、大統領就任中はホワイトハウスで猫を飼っていたが、猫アレルギーであった。この他にも牛乳、チーズ、豚肉、 植物等々にアレルギー反応が出てしまったと言われている。特に植物アレルギーは重度のもので、ホワイトハウスでは芝の花粉に悩まされており、花粉の飛ぶ季節は居住部の窓は閉め切り、刈り取り時には外出する等の対策を講じていた。身長は6フィート2インチである。朝日、毎日新聞でもしないことだったため、報道するマスコミは少なかった。 ありがとうございます。